回の TV ライブではこの豪華コラボを記念してこんな企画を行います。魔法のほうきで遊んじゃおう。パチ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 、空を自由に飛び回る魔法のほうき。今こちらにレプリカとなる普通のほうきが用意されています。レプリカの言葉の意味知ってる？はい、これどうするんですか？これを使って二つの企画をお届け。一つ目はこちら、魔法のほうきはこう使う、モノボケで盛り上げろ。なんでやねん、バンドに関係あるんかい。魔女とも関係あるんかい。もうタイトルの通りです。こちらのほうきを使って順番にモノボケを披露していきます。皆さんに笑顔の魔法をお届けしますよって書いてある。みんな失笑の魔法をお届けします。いや最初から言うんだ、うん、おう、モノボケ苦手なんだよ。いや私もだよ、声優ってこういう仕事なんだ。そうだよ、私マルチな活動したくて声優になったけど、モノボケしたくて声優になったわけじゃないんだよ。マルチな活動よ。ないってもう。マルチな活動、もうさ、新規のアニメ放送するのないからってこんなことするの？そんなこと言わないで、そんなこと言わないで。あ、マルチな活動ですよ。いや、大喜利も難しいなってよく思うんだけど、思う大喜利も別にそれ以上にモノボケマジで苦手すぎて、いや何回かやるんだけど、っていうこの温かいねお顔でみんなに、ね、ってされちゃうからね。殺してくれってなる。本当に殺してくれってなるから。私やったことないかも、でも人生で。本当に、うん、幸せな人生だね。いやそれで、あの、だいたい、あの、私 MC やってるから、うん、みんなにやってもらう。ズリー、こいつズリーよ。そういうこともできるんだよね。なるほどね。はい、やりたくなさすぎて無駄話が多い。早く読めよ、ここ。それでは、まず、ハロハンベメンバーである。どうしよう。私から。座禅合ってる？面と言わない？面って言わないんですか？面は剣道じゃないの？え、面、本当は何て言うの？なんかさ、こうやってさ、座っててさ、何も言わない、確かに。そんななんかびっくり大会みたいな感じなんですか？言っても勝つじゃないって書いてあるよ、コメントに。ああ、勝つのあれ？面は言わん。勝つの話？って書いてある。勝つっていうのじゃ。勝つか。何も言わない？え、じゃあもうそんななんか、いつ来るのかな、いつ来るのかな、わーって感じなんですか？そんないつ来るのかなって待ってる時点でもう邪神邪神、あ、待ってないのみんな。そう、待ってない、あれは良くない、うん、君はちゃんと集中してないねって人にバンってやるから。あ、そうなの？お仕置きだから。お仕置きだったの？ちゃんとやってれば叩かれないと思う。そうなの？あ、そういうプランじゃなければ。プランって何？叩かれるプランなの？そう、なんか僕はすごいカツを入れられたいから、滝修行した後カツってやってくださいみたいな、確かね、なんかニュースで見たことあるよ。そういうお金を出したやつじゃなければ多分叩かれないと思うけど。そうなんだ、ね、順番待ちではない。あと合図あるって書いてあった今。合図？あ、叩くよ、いくよ、トントン、ブーンってこと？そういうことじゃない？また面って言っちゃった。もうダメだ。あ、一回軽く叩かれるよ。そこみんな詳しいね。やったことあるの？すごい、やったことあるんですかね。武士道じゃないと思うよ。ちょっと違うと思うけどね。あとね、ってやつも考えたんだけど。じゃないそれ。はい、叩き、はい、叩き、正解。あ、もっちゃん、なんで私当たっちゃうんだよ。すごいね。当たりたくない。それで入ってたって普通出てこんわ。どっちか悩んで。ボケたのに当たっちゃったんだよ。どっちか悩んだけど。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。それでは続いて私が行きますね。笑顔の魔法をお願いします。はい、前髪。すごい斬新ですね。このあのね、パッツンな感じと
と、あの毛がいっぱいある感じが前髪に見えるということでね、素晴らしい。短め。つらい、つらい、つらい。それでは、はい、なんかすごい台本汚くなった。なんでなんで。いっぱいなんか大きなあれが出てきた。汚い。それではモノボケでの盛り上げはここまで。盛り上げって言っちゃった。盛り上げはここまで。この企画はここまで。続いてはこちらをお届けします。はい、魔法の大きいエアギターで一緒で盛り上げろ。まあ、ギターじゃねえじゃねえかよ。そうだよ。ベースのキャラだろ。ベースだよ。じゃあベースのほうきかな。ベースのほうきだね。でもギターステーションって書いてあるんだよな。魔法のほうきにはなんとこんな使い方もあるんです。ないよ。そう、エアギター。これからハロハピの世界のびのびトレジャーに合わせてほうきエアギターにチャレンジしていきます。まるで本…読みたくねえこの文章。まるで本物のギター演奏に見えるような魔法をお見せしますよ。魔法って言葉ずるくない。ずるい。なんでもありなんだ。ね、これさ、私リハの時も言ったんですけど、うん、今日なんか私魔女感すごくない？ちょっとあるね。帽子とその黒いスカートとブーツがなんか魔女感ある。ちょ、押してるからさ、あのミュージックのやつ振りやってほしい。上がれ上がれ上がれ。いや、映ってねえんだよな。まず映ってねえんだよ。散々さ、私もさ、一生懸命たぶんやったのにさ、三沢さん分かってくれなくてすごい悲しかった。幼稚園の頃見たっきりで覚えてないから。それでは早速やっていきましょう。あの、登っちゃダメだ、登っちゃダメだ。ギターにまたがってはいけないのでは。そうだよね。あ、そうだよ。なんてことするんですか。私してねえんだよな。楽器への尊敬が足りない。はい、それでは早速つれ、早速魔法をお見せしましょう。ミュージックスタート。コラボキャンペーンを盛り上げられましたか？あのね、途中でね、うん、やってる時のね、三沢さんの奥のね、三沢さんのマネージャーさんの顔が超怖かった。マジ真顔で心が一瞬ね、折れそうになった。よく私何も見てない。もうギターのギターのことしか考えてなかったわ。本当に心がね、折れそうになったからね、マッチ向いたよね。そりゃぐるぐるなってたね。じゃあコーナー閉めてもらえますか。はい、では、良きところなので、こちらのコーナーはここまで。